剣山は四国旅客鉄道が徳島駅あわ池田駅間を高徳線、徳島線、土産線経由で運行する特急列車である。本校では徳島線で運行された優等列車の遠隔についても記述する。特急、剣山は1996年3月16日に徳島駅あわ池田駅間を運行していた急行。 吉野川を特急に格上げする形で3往復で運行を開始した。徳島線の優等列車は1985年に吉野川がそれまでの6往復から2往復に大幅減便されるなど国鉄分割民営化の前後は廃れていたが、淡路島を経由する本市連絡橋及び4国内の徳島自動車道に対抗するため、 徳島線の線形改良と特急系車両である、キハ185系機動車の投入が行われ、スピードアップされた。運行開始当初は、土産線高知駅まで乗り入れる列車も設定されて、いたが、土産線内の2000系機動車との速度差もあり、高知駅乗り入れは2000年に終了している。また、県山の運行開始の時点では、吉野川は一往復ながら残存しており、 さらに1998年から1999年にかけて徳島駅やは池田駅間に特急、愛が運行されていたが、1999年に徳島線の優等列車は県山に一本化され、同時に JR 四国管内から定期運転の急行列車が消滅した。以後、徳島駅やは池田駅間の特急列車は2011年現在まで6往復で推移している。 2005年には夕方の通勤・通学時間帯に穴吹駅発着の列車が一往復設定された。また、麦線の優等列車は1996年の時点では高徳線特急、渦潮のうち3往復が麦線に乗り入れる形で運行されていたが、1998年にこのうちの1.5往復を徳島駅で系統分割の上で県山と統合し、 県山は、麦線及び、朝海岸鉄道、朝あず線に乗り入れるようになった。翌年には、渦潮の麦線乗り入れが終了し、麦線の優等列車は、県山と麦線内のみで運行される、特急、室戸、のに系統が運行されるようになった。2009年3月14日には、徳島駅での故障防止を目的として、徳島線から麦線に乗り入れる、 県山が室戸に編入されている。また、2011年3月以降は、朝東線乗り入れは行われていない。一方、麦線から徳島線に乗り入れる列車は引き続き、県山として運行されていたが、2014年3月15日のダイヤ改正をもって、室戸の徳島線乗り入れ及び、県山の麦線乗り入れが廃止され、両列車は、 運転系統が完全に分離された。列車名は、徳島線沿線の山である県山にちなんだもので、公募により決定した。臨時特急の、愛は、徳島線沿線の特産物、アワ愛に由来する。2021年3月13日現在、徳島駅ア池田駅間に降り6本上り5本が、運行されている。列車番号は、号数プラス4000 徳島駅増本駅、鴨島駅、阿波、川島駅、阿波山川駅、あわ、山光駅、阿波山駅、阿波池田駅、高松運転所に所属する、キハ185系機動車の2両、または4両編成で運行される。普通車のみの編成で、1号車の一部に、座席指定席が設けられている。なお、2両編成のうち1往復については、号車番号が1.3号車となっているが、 これは、週末や多客機などに2号車として、ゆうアンパンマンカーを連結するためで、この場合ヘッドマークは、アンパンマンのイラストが入ったものが装着される。ゆう、アンパンマンカーはマルス上では別列車扱いとなり、列車名は、剣山号となる。小松島港駅に到着する、快速列車急行、吉野川 JR 発足後に使用車両のキハ58.6号。 系の塗装が変更され、後にヘッドマークのデザインも国鉄時代のものから変更された。急行吉野川1998年3月ダイヤ改正で、使用車両がキハ185系に変更された。特急、愛数は多くなかったが、四国一般職による愛も運転されていた。徳島本線、徳島線の優等列車の歴史は、 太平洋戦争後の高度経済成長期に運行が開始された小松島港駅徳島駅高知駅間を結ぶ、準急行列車、朝、吉野川に始まる。一時は、朝一往復に松山駅発着の石槌が平結されていたが、後に廃止される。朝が始発終着としていた小松島港駅は、本市航路の一つで、関西基線、阿波国共同基線。 南海汽船が運行していた大阪、神戸、和歌山小松島航路の四国側の小松島港に隣接し、徳島専用島列車は、海路阪神・和歌山、小松島ルートを経て、琴平、高知方面と大阪方面を結ぶ経路の一部を、なしていた。しかし、山陽新幹線の開業に伴ってその役割は、次第に薄れ、やがて、吉野川の高知乗り入れが中止され、 さらに、小松島線の廃止と時期を同じくして、吉野川が減便され、徳島線の輸送形態は、従来の徳島県内地域輸送に回帰した。その一方で、淡路島を経由する、本市連絡橋及び4国内高速道路の建設、共用開始と時期を合わせて、線形改良が施され、本市連絡ルートの位経路として、徳島線にも、再び優等列車特急。 県山が新設され、また、明石海峡大橋開通時には、特急、愛が登場するなど活況を呈し、従来車両を使用して運行されてきた、吉野川の廃止と、県山への置き換えなどを経て、現在に至っている、愛に関するカテゴリー。ありがとうございます。